皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もレスキューカットですね、遊んでいきたいと思います。さあ、どんどんレスキューカットのタイトルコールが、どんどんあれですよね、かっこよくなってきましたけど、まあ、あんま変わんないですかね。さあ、では今回731ステージから740ステージですね。さあ、一体いくつステージがあるんでしょうか。なるほどくんが力尽きるのが先から。 レスキューカットさんのステージ数がつの先かどちらでしょうね皆さん予想してみてくださいさあエクセレントいや最近話がありますけど私あれですね英語の英語と漢字の勉強してるんですけどいややっぱりあれですよね面白いですよね勉強するのも,もう漢字とか特にノートに書いてますからねたくさん書いて まあ頑張って覚えてるわけではないんですけどなんか書くのが楽しいですよねなんか覚えるといえば昔の人で聞いた話ですけどなんかあれですよね辞書とか1ページを覚えたらその辞書をですねいやいや破いて食べるって言うんですね <laughs> なんかいや余裕は真似しちゃダメですからねなんかそういう勉強法っていうのをなんかお聞きしたことあるんですけどまあ今の時代でしたらあれですよね紙もなんか 食べられたりできそうですからね。素材によって。さあ、これで壊してと。おこのスプリングス、スプリングあれなんですかね壊れないんでしたっけまあ、いろんな勉強法があると思いますけど、何か皆さん変わった勉強法とかありますかね、まあ、私はですね、単語帳ですかペラペラめくる。あちらに書いてめくって答えるっていうのがですね、大好きでしたね。もう昔 その単語帳をですね、買いすぎて、なんかたくさん山のようになってましたけど、まあ、あとあれですかね、マーカーで線を引いて、なんか、マーカーとなんか、同じ色の下敷きか何かで、えー、見えないようにするみたいですね、単語いやー、懐かしいですね。さあ、では、えー、ラスト740ステージ、行きましょう。これは、こっち落として、この、あ トトゲトゲに当たっっちゃうってことですかねああ、うまい具合に乗れませんか。では、このトゲトゲダミーだから、こっちで、あのナイフをスパッてして、で、こっちから行くってことですかね。やめてああえどういうことんこれもしかしてスパッていかないいや、いきますよね。い <laughs> きますよね。今ので合ってるけど、 降りるタイミングがちょっと早かったんですからね。飛んでいかないように降りないといけないと。ここで降りると。なるほど。さあ、エクセレント。えー、ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。